UEFA チャンピオンズリーグベストオブジベスト絞り込まれてきました。準決勝ファーストレグです。さあ笛が吹かれてファーストレグスタートです。ウェーバーチャンピオンズリーグ準決勝ファーストレグ、バルセロナ対ベンフィカ、勝ち点勝負ではありません。生きるか死ぬかの決勝トーナメントです。おっとうまいですね、ルイス・エンリケ、ジュリオ・セーザル。いやーキーパーよく止めましたね、ナイスセーブでしたよね。これはアンドレア・ウメイダ、ヒメネス、スルーパスを出す、いいボールだ、おいい形ですよ、シュートチャンス、縦にボールをつないでいきます。マスケラー裏のスペースを狙う、ここは読んでいました、長いボール縦へ、アーチのようなパス、いいボールですね。ネルシーニョ、長いフィード前線へ、サンチェスへのボール、いい展開ですね。ここは競り勝ちます。裏に味方を走らせる、フリーだ、ここは要注意ですよ、大きく縦へ、マスケラー、プジョル、組み立てながら攻め上がっていく、メッシへ、ルイス・エンリケ、サルビオ、右サイド上がっていく、ロングフィードで狙う、いいボールでしょ、ボールはヨナスへ、ルーズボール、ここはクリアでピンチを出します。ロペス、アッガー、ネルシーニョ、ヨナス、カットです。リバウド、リバウドから左へ、アレクシス・サンチェスに渡る、スペース出ましたね、スルーパスを出す、まだいますよ、サマリス、ここでファールがありました、早くもカードをもらってしまいます。チャンス作れるか、抜けてくる、ジェラール・ピケ、裏へのスルーパス、絶好の位置で受ける、ダニエル・アウベス、ルイス・エンリケ、アウベス、裏へ届くか、味方を走らせる、アレクシス・サンチェスに渡る、ベンフィカ、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。ちょっと焦っちゃいましたがね。そうですね。ワントラップで打っていくには、はい、ボールの置きどころが悪かったようにも見えますけどもね。なるほど。サマリス、サルビオ、アンドレア・ウメイダ、アーチのようなパス、チャンス超えた、バルセロナは立ち上がりから果敢に仕掛けてきていますね。いい形で攻撃を作ってるんじゃないかなと、うん、シュート数もね多分打ってると思うんですよね。そうですね、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。
サマリス、スペースへ出す、前線へ大きなフィードです。ここはカットします。ブジョル、マスケラーノ、ルイス・エンリケ、スルーパス、このボールをカットします。ネルシーニョ、裏のスペースを狙う、これは合いません。ベンフィカ、これはスローイン、タッチ終わってもう一度スローイン、ここは競り勝ちます。ロペス、長いボールを送ります。サルビオ、さあ前半中盤に差し掛かる時間帯、スコアは0対0です。サイドを使う、もういい形でしょ、シュート、クリア、このピンチをなんとか出します。裏狙いましたね、このボールに触ります。ルイゾーン、シウバ、また中央へ、裏のスペースを狙う、このボールがつながります。届くか、このボール一気に前線へ、アレクシス・サンチェス、アッガー、一旦キーパーに戻します、キーパー前へ蹴り出します、このボールをカットします。リバウド、マスケラーノ、ヒメレス、ルイス・エンリケ、アウベスへ、メッシー、ルイゾンから縦へ長いボール、自分で行く、縦にボールを送ります。メッシーからアレクシス・サンチェス、サイドのスペースを使う、いいとこ入りますよ、メッシー、抜ければチャンス、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。サイドのスペースを使います、いい展開ですね、一旦クリアで落ち着かせます。リバウドからメッシー、サマリス、前線にボールを送ります。味方を走らせる、来た、これは縦へのボール、流れを止めます、裏を狙っていきます、いいボール入りましたよ、これはサンチェス、丁寧に足元を使う、サマリス、ヨナス、サルビオ、サマリス、ネルシーニョ、ヒメネス、ヨナス、緩いボール、
お、いい形ですよ。メッシロングフィードで狙う、カットです。ジュリオセーザー大きく前線へ、アーチのようなパス、メッシー、さあ繋がるか、シュート、このボールはちょっと勢いが足りませんでした。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどね。反転して打っていきました。通るのかこのパス、これはアーリー、なんとまで来た、柔らかいボールなんですけれどもね、応えることができません。いや今のアリークロスなんか最高ですよね。ヒメネスが高さを生かしてヘディングを見せてきました。リバウド、マスケラーノ、ネルシーニョ、ここは足を出して踏ん張ります。リバウド、ここはファールです。幸運にも注意に終わりました。ファインセーブです。素晴らしいファインセーブですよね。コーナーが続いています。抜けるか、バルセロナはここでファウルがありました。これはカード、抗議の姿を見せますがこれはファウル、判定は揺るぎません。もう一度セットプレーのチャンスになります。飛び込んだ、ダイビングヘッドでした。足で行かずに頭でっていう選択でしたけどもね。入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。リバウド、素早いパスで攻め上がっていきます。前線へ、この長いボール、これ入りましたよ。いいボールですね。前半29分が過ぎました。低いクロス、ここクリアで難を逃れます。チャレンジはしません。後ろに流す、シウバ上がっていく、左サイド、サイドを使う、いいボールだ、いい展開ですね。中央へ、ディフェンダー集中力いいですよ。裏へのスルーパス、長いボールを送ります。スルーパス、このボールをカットします。
サマリス、チャンスですよ。絶好の位置、フリーだ、アレクシス・サンチェス。これは旗が上がっています。ギリギリのところをついたんですが、わずかに飛び出しが早かったアレクシス・サンチェス。ギリギリのところでしたけどもね。ここは競り勝ちます。裏を狙っていきます。ちょっと伸びてしまいました。このパスを受けて、スペースへ出す。ジェラール・ピケ、マスケラーノ、リバウドからアレクシス・サンチェス、ルイス・エンリケ、ファンブロンクホルスト、このボールに触ります。右サイド上がっていく。どうだ、ビクトール・バルデス、ここは抑えました。いや、今みたいなアリクロスはね、中の状況によっては効果的ですけどもね、今はちょっと合いませんでしたよね。一人で持っていけるか。ブジョル、最終ラインまでボールを下げる。アウベスへ。スコアはまだ0対0ですが、なかなか見どころの多い試合になっています。どちらもシュートを打ってるんですけどもね、決められないという感じですよね。まあ、中盤でしっかり抑えているというのは重要だと思いますね。シュート、いやー、先制、バルセロナ。先制点はバルセロナ。これは華麗なスルーパスからのゴール。タイミング素晴らしかったですね。いや、いい形でしたよね。なんといっても出し手のタイミングでしょうね。そして受ける側も入り方が非常に良かったですよね。さあ、バルセロナ1対0先制しています。もう1点取ることによって試合の進め方、はい、こうメンタリティの部分大きく違いますからね。なるほど、味方を走らせる。バルセロナとしてはここに来ても無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。マスケラーノ、フジョル、マスケラーノ、アウベスへ、ウィス・エンリケ、マスケラーノ、アウベスへ、リバウド、マスケラーノ。パス1本で裏という選択肢もありますね。ここはオフサイドありません。このボールをカットします。アッガー、シウバ、上がっていく左サイド、通るのかこのパス。メッシ、もう40分です。ルイス・エンリケ、裏を狙っていきます。ベースへ出す。アンドレア・ウメイダ、ルイゾン、チャンスだ。ネルシーニョ、アッガー、ネルシーニョ、アッガー、サマリス、アッガー、サマリス、アンドレア・ウメイダ、ネルシーニョ、もう一つ前に行きたい。裏に味方を走らせる。マスケラーノ、大きく縦へ、裏のスペースへ。
スルーパスを出す。裏へのスルーパス。ロペスがこれはファウルを取られました。レフリーの答えはイエローカード。ベンフィカ今のでイエローカード2枚目となりました。危ないシーンでしたがここはクリアの対応。またファウルか。フジョル、ファンブロンクホルスト縦に仕掛けます。足元大事に行きます。長いボール縦へ。危ない。これはなかなかこじ開けられない。ジェラール・ピケ細かくパスをつないで攻め込んでいきます。スペース出ましたね。ルイス・エンリケ、ジュリオ・セーザル、大きく縦裏のスペースを狙う。ボールつながります。ファンブロンク・ホルスト積極的に足を入れてきます。これもファウルですもんね。そして今前半終了の笛が吹かれました。前半終え1対0、バルセロナ先制してハーフを迎えました。いい前半でしたよね。中盤でシンプルにボールを回しながらチャンスを作ってましたよね。バルセロナが前半終わって1対0リードで折り返します。